はサザエさんのオープニングの曲を弾きたい人もいると思うから紹介します。まずは最初の部分だけ弾いてみます。今日はこの部分を解説します。まずここを弾くときは C と D マイナーの2つのコードを使います。それでは次にゆっくり弾きます。こんな感じで弾きます。それでは次にもっと詳しく解説します。まず C のコードを押さえて3弦と5弦を弾きます。それで次に2弦を弾きます。でもう一回2弦を弾くんですけど、その時に4弦も同時に弾きます。それで次にまた2弦を弾きます。通してみるとこんな感じです。それで次にまた2弦を弾きます。で最後ここの3フレットを押します。で次に1弦の開放をと4弦を弾きます。で2弦を弾きます。C の部分はここです。それでは C の部分だけ通しで弾きます。D マイナーのところを解説します。まず D マイナーのコードを押さえて4弦と3弦を弾きます。で次に2弦をで3弦と2弦1弦を弾きます。2弦を弾きます。で4弦を弾いた後に人差し指と中指と薬指で 1,2,3 弦をのリズムで同時に弾きます。こんな感じです。それでは C と D マイナーの部分を通して弾いていきたいと思います。ここの部分を弾いただけで聴いてるみんながあ、サザエさんだってなるので、皆さん頑張ってみてください。バイバーイ。